はい、こんにちは。今回は逆制限法則というものの解説をしていきたいと思います。まずはこれがどういうものかというと、ギャンブルや勝負事において勝ち越し期間と負け越し期間が二極化するという直感とは大きく反する法則のことです。まあ、これを聞いても、ね、何を言ってるかわからないと思うので別の表現もしておきましょう。よくこの逆制限法則はこう言われたりもします。ギャンブルにおいて勝ち組と負け組がいることを示す法則と。はい。個人的にはね、この表現はかなりね、誤解を生みやすいので気をつける必要があるなと思ってるんですが、最初のうちはですね、そういう話をするんだと思ってもらっていても大丈夫です。この授業ではしっかりと今の表現のどこがね、誤解を生みやすいかっていう話もしていきます。はい。じゃあ早速ね、始めていきたいんですが、今回のこの話はですね、すごく面白いし、より多くの人に知ってほしいので、前半部分ではですね、あまり数学の話をせずに、具体的な例を持ち出して納得してもらうように努めます。後半部分で、よりね、正確な数学の話もしていきたいと思います。なので、この、後半の数学パートの方でですね、逆制限法則が、なぜ逆制限法則とね、いう名前がついているかということについても説明していきたいと思います。では、早速設定をお話ししましょう。じゃあですね、皆さんはギャンブルに来ていると思ってください。ギャンブルに来ている。で、勝つ確率が2分の1、負ける確率が2分の1のギャンブルをしています。で、勝ったらプラス1万円、負けたらマイナス1万円としましょう。この賭けをですね、たくさん繰り返します。その時の所持金の動きをグラフにしてみましょう。はい、縦軸が所持金で、横軸がその賭けを繰り返している回数だとしましょう。で、最初に持っている所持金の位置をこのグラフ上の0だとします。ここからスタートする。なので最初に持ってる所持金からプラスだったらこうやってグラフの上側に、下だったら下側に行くということですね。ではその一例を示しましょう。例えば1回目にじゃあ賭けで勝ちました。次負けました。勝ちました。勝ちました。負けました。負けました。負けました。勝ちました。勝ちました。っていう時にはこんなグラフになるわけです。必ずね、回数は重ねていくので右側には行くけども、勝った時には、このグラフは右上に行って、負けた時には右下に行くというわけですね。で、こういうものをですね、よく数学とか物理の世界では、ランダムウォークって言ったりします。はい、なので数学的な括りで言うと、今回のお話というのは、ランダムウォークに関する数理ってことですね。そういう話をしていきたいと思います。ではですね、まずこんなことを考えましょう。まあ、多分一番最初に、このね、話に興味が向くのは、最終的に儲かってるのか儲かってないのかって話ですね。なので、このランダムウォークした先のゴール、どの位置になりやすいかというのを考えてみましょう。この例で言うとですね、まあ、これ何回繰り返したかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9回ね、この賭けを行って、9回目にプラス1万円です。だからここでギャンブルやめればですね、プラス1万円持って帰れるわけです。もう少しね、回数多い方がいいので、じゃあ一番想像しやすいように、確率2分の1の賭けをコイン投げだとしましょう。コイン投げ。表だったら勝ち、裏だったら負けっていうね、クソつまんないゲームだけども、そういうギャンブルだとしましょうと。で、12回投げた時のことを考えます。はい。で、12回投げた時、最終的にどの位置にいることが多いかっていうのを考えてみましょう。まあ、直感的にはですね、あまりめちゃくちゃ上とかね、めちゃくちゃ下ってことは少なそうで、まあ、なんか真ん中付近にいそうですよね。では、実際の結果見てみましょう。こうなります。はい、書きました。まずこのランダムウォーク全部で何通りあるかっていうと、12回、まあ、コイン投げるので、表と裏のね、パターンっていうのが全部で2の12乗通りあります。なので、合計4096パターン本当はあるわけですね。だからこういう1回ね、そういうものを、ギャンブルを行い、12回コイン投げっていうのをやれば、一歩の道ができるわけだけども、そういう道が全部で4096パターンあるってわけです。本当に全部書いたら4096本の別々の道が書けると。そのうち結果としては最終的なゴールが0の位置にいる道というのがですね、924本あります。要するに924パターンだけでですね、0に行くものがあると。はい、めちゃくちゃ多いですね。4096のうち924通りがですね、0に行くわけです。で、その0付近のマイナス2とかプラス2っていうのも792通りずつあって、マイナス4プラス4ってのも495通りずつあると。
だから本当に直感と同じようにですね、まあ、ほとんどがプラマイゼロ付近にいるわけですね。で、端に行けば行くほどその確率は、そのね、パターンの数っていうのは減っていくと。で、今少し確率ってね、先走って言ってしまったけども、このそれぞれのね、道の起こりやすさは変わらないので、まあ、つまりいわゆる数学的に言うと同様に確からしいってやつなので、これ、そのままですね、ここの数字を全パターンの数、4096で割ればですね、その数字になる確率になります。だからまあ同じ数字で割るだけだから、実際に確率の分布の形っていうのも、これと同じ形しています。だからなんとなくこう見えますね、山なりの。はい、だから確率はこんな形になるよと。で、端っこに行けば行くほど、その確率はもちろん下がっていくと。だって、マイナス12になるときなんて1パターンしかないですね。それってコインがずっと裏だった場合だけだから。逆にプラス12っていうのも1パターンしかない。コインがずっと表の場合の時だけだからと。まあ、この両極端のね、ところに行く確率はすごく低い。で、本当に真ん中付近がほとんどを占めるっていうのがですね、この結果を見て分かったと思います。これはね、かなり直感的なんですよ。確かに、こういうね、確率2分の1のギャンブルをしてるんだから、たくさんゲーム繰り返して、この書き事を繰り返した時に最終的にいる、居やすい地点っていうのは、プラマイゼロ付近と。終始プラマイゼロ付近に居やすいっていうのは、かなり直感的。ただ今回考えたいのは、この最終的なゴールではなくて、ギャンブルやってる時のですね、うわ、勝ってるわ、負けてるわっていう気持ちに注目します。要するに、こういうこと。今回のこの例で言うと、勝ってるって感じてるのはこういう期間ですよね。はい。このグラフの上側にいる期間。これがですね、勝ち越しの期間です。勝ち越しの期間。で、うわ、今最初の所持金より減ってるわって思ってる時ってここですね。これが負け越しの期間。で、今回注目したいのは、この勝ち越しの期間と負け越しの期間の差です。こいつに注目したい。ただ、注意があって、勝った回数と負けた回数の差を見てるわけじゃないです。このグラフだって、今勝ち越し期間、要するに黄色のね、本数がすごく多いけども、勝った回数と負けた回数は、これほぼどっこいどっこいですね。だって最終的なゴール地点がこれプラス1なんだから、1回多くこれ勝ってるだけですよね。だって、勝った、負けた、勝った、勝った、負け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 た、勝ったなので、これは、1回ここで、要するに、勝った、負けた、ここ同じ。勝った、勝った、負けた、負けた、同じ。で、負けた、で、勝った、勝ったで、勝ったが1回多いだけです。だからそんなにね、勝った回数と負けた回数の差はないんだけども、今注目したいのは、例えばこれギャンブルだとしたら、ギャンブルやってる時の、その、嬉しい気持ちの時間です。わあ、俺今日勝ってるな、最初の所持金よりもプラスだって思ってる期間と、やべえ、今減ってるわって思ってる期間の差を見たいと。じゃあその差を見たときに、つまり勝ち越し期間と負け越し期間の間の差を見たときに、大体この数字はどれぐらいになるでしょうと、考えてみてください。で、多くの人がですね、こう言うと思います。まあ本当にね、ほとんどがね、そのプラマイゼロ付近に最終的に行くんだから、勝ち越し期間も負け越し期間も大体同じぐらいで、この勝ち越し期間引く負け越し期間の数字は、だいたいゼロ付近なんだろうとね、言うと思います。それが多くの人の直感。では、実際にはどうかっていう話をここに書きましょう。こうなります。はい、ここに書きました。勝ち越し期間引く負け越し期間で取り得る値はですね、こんな値です。マイナス12、マイナス8、マイナス4、0、4、8、12だけ。で、実際に直感でありそうだった勝ち越し期間も負け越し期間も同じ。つまり、6回6回ですね、今回だったら。6回6回だっていうのは、実はですね、この4096の全パターンのうち、400パターンしかないです。はい。これ一番低いんですよね。逆に言うと、この極端な場合、マイナス12とか12。つまりこれは、勝ち越しが0で負け越しが12ってことだから、全部ずっとね、グラフで言うと下側にいる。っていうのが924通りもある。逆にずっと上側にいるっていうのも924通りある。だから実はですね、これ、両極端な確率が高くて、真ん中っていうのがですね、すごく低いんですよね。だからこんな形が見える。はい。これ、なかなか直感と話しますよね。実際にこういうギャンブルをしたときに、勝ち越しも負け越しも大体同じぐらいっていうのは、要するにまあ一番ね、少ないわけです。このあたりの数字少ないですよね。まあ、パターンの数で言うと少ない。確率で言うとが低いってことですね。はい。なので、これなかなかね、直感と関する面白い結果と。これはどうしてこういうことが起きるかというと、
要するに勝ち越し期間と負け越し期間が同じってレアなんですよね。このグラフで言うと勝ち越し負け越し勝ち越し負け越しでちょうどなんかバランスするようになることはすごくね、道のパターンとしてはレアなんです。でこれがどうしてかっていうのをざっくりと説明すると、例えばじゃあ賭けをねやってなんかまあ3連続ぐらいで負けてしまったとしましょうと。一回この状態になったら次に勝ち越すのってハードですよね。だって勝って勝って勝ってって風に勝ち、かなりずっと勝たないともう勝ち越し期間にはいけないからです。だから、一回ね、こっちに行くと大体ここら辺でね、ずっといることが多いし、逆に一回上に行ったらですね、大体上の方にいることが多いので、こういう風にちょうどね、バランスするようなものっていうのが一番本数が減ってる。確率的には低いわけなんですね。で、この両極端な場合が多いのもね、なかなか納得がいかないかもしれないけど、今の説明でどうでしょう。一回上側に来ちゃえば、基本的にね、その場所保つっていうのが確率的には一番高いわけだから。それは最初に見たのと同じです。このゲームやって最終的なゴールの地点っていうのは、プラマイゼロ付近でしたね。だから一回勝ち越した時に最終的に言いやすいのは、このあたりなんです。最初、そのとこと同じ場所。だからほとんどここら辺にいる。滞在期間が長い。で、負けた時には同じようにずっと負けの側にいることが多いと。だから、両極端なものがですね、多くなってる。実際に、例で書いたこのグラフなんかも、勝ち越し期間すごく長いですよね。勝った回数、負けた回数自体は1回しか変わんないけども、例えばこのギャンブルをやってて、わぁ、今日なんかついてるなと思ってる期間は長いわけですね。最終的な到達地点がこれプラス1で同じでも、ずーっと負け越してて最後にやっとピッてね、上に来た場合もあるけども、どっちが、まあ、ギャンブルやってて楽しいかって言ったらきっとずっと今日調子いいわと思ってる方でしょうと。だから勝ち越し期間と負け越し期間の差っていうのはそういうのを見てます。だから実際にこういうことをやるときに、勝って負けて勝って負けてみたいなことってのはすごく少ないと。で、スポーツではですね、よく実感してると思います。じゃあ例えばなんか点をね多く取り合うゲームあげましょう。バレーボールとかバスケットボールとか、まあギリギリ卓球とかですね。そういうのを見たときにずっとリードしたまま終わっちゃうことって多くないですか？実力がほとんど同じ、点数を取る確率が2分の1、2分の1みたいなチーム同士の試合でも。ずっとリードしてる方は同じで勝負が決まる。まあ、だからそのセットが終わったりとか、ずっとリードされたままで終わってしまうみたいなことってほとんどですよね。逆に、リードして、仕返されて、リードして、仕返されてみたいな試合ってすごく少ないでしょうと。そのことをですね、これは教えてくれてます。だからスポーツでいう、いわゆるシーソーゲームになることってのはすごく少ないわけです。それよりもずっとリードしてます。ずっとリードされてますみたいな試合の方が圧倒的に多いと。いうわけですね。これがですね、逆制限法則ってやつです。勝ち越し期間と負け越し期間というのはこういうふうにバランスするんじゃなくて大きく二極化しますよと。で、よくこれ勘違いされやすいのは何かという話をしましょう。なんかこれを聞くと、まあ、例えばその、この話ってギャンブルと絡むから、ギャンブル系の雑誌にですね、逆制限法則って書かれていたりします。でもその雑誌をね、ちらっと見てみると、結構ね、その怪しい表現がたくさんあって、こう書かれてたりするんですね。その、勝ってる人は勝ち続けやすい、負けてる人は負け続けやすいみたいな。まあもしかしたら記事を書いてる人は分かってるかもしれないけども、それを受け取る側はどう思ってしまうかっていうと、まあ、やっぱね、そのめちゃくちゃ儲かってる時は賭けを続けた方がいいんだみたいな。負けてる時はね、もうさっさとやめた方がいいんだみたいな。勝つ時は勝つ、負ける時は負けるみたいなね、思ってしまうんだけども、この逆制限法則はそんなことは全く言ってないんですよね。勝つ確率はですね、どの場所でも常に2分の1です。ずーっと勝ち続けても次の勝負は2分の1。ずーっと負け続けても次の勝負は2分の1です。そこは変わんないです。だからなんかその逆制限法則をたまに、その、運とかね、月の法則だっていうふうに表現をね、しているものはよく見るけども、あまりね、そういったものとは関係ないと思った方が健全だと思います。要するに勝ってる時は勝ちやすい、負けてる時は負けやすいっていう話はですね、全くここではしてないです。ここで言ってるのは、勝ち越し期間がずっと長いとか、負け越し期間がずっと長いっていうことが多いと。だから、この同じギャンブルに1000人とかね、連れ込んで、2分の1のギャンブルたくさんやった場合に、で、終わった後にみんなにどうだった勝ち越し期間の負け越し期間の差はって聞くと、本当にバランスしてるやつより、もう今日は勝ったり負けたりのその期間繰り返したってやつより、最終的な収支はみんながね、ほとんどプラマイゼロのところにいるけども、多くの人がですね、今日はずっと調子良かったわ、最終的には少ししか儲かんなかったけど、とか、今日はずっと不調だったわってね。要するにずっと負け越してたわ。最終的には、まああんまりね、収支はプラマイ変わんないけどみたいな人がほとんどだって言ってるんです。それがですね、この逆制限法則の言ってる意味。あくまで
勝ちやすい人が勝ちやすい、負けやすい人が負けやすいとかいう話ではなくて、これはですね、勝ち越し期間と負け越し期間で二極化しますよって話です。ずっと勝ち越していたなとか、ずっと負け越していたなっていうのが、ゲームではこういうギャンブルをね、繰り返す場合ではほとんどですってことですね。はい。なので、すごくね、そこら辺は注意してほしいなと思います。だから最初に言った、勝ち組と負け組が分かれるっていうのは、かなり誤解が生みやすい表現だと思う理由はですね、その勝ち組っていうのをめちゃくちゃ儲かってるって思っちゃいますよね。別に、勝ってる人がめちゃくちゃ儲かりやすいって話はな、してないです。負けてる人がめちゃくちゃ負けやすいって話はしてないです。だって最初に見たでしょ。実際に12回コイン投げしたら、何度も言うけど、ほとんどの人はですね、プラマイゼロ付近には行くんです。ただ、勝ち組というのを勝ち越し期間が長かった人、負け越しというのを負け越し期間が長かった人だと思うなら、今のその最初の表現は正しいですね。はい。まあ、ただ、普通に聞いた時に勝ち組ってなんかね、めちゃくちゃギャンブルで儲かった人とかね、負け組って言ったらめちゃくちゃギャンブルで負けた人だと思ってしまうので、それは注意が必要ですと。はい。ということでした。ここまでがですね、あまり数学していないパートでした。では、今からですね、何に注目するかというと、この赤い曲線をね、適当に書いてみたんだけども、実はですね、これ、ギャンブルの試行回数、つまりこれたくさん繰り返すで、繰り返すと実際にこの本当にね、曲線に近づいていきます、もっと。これがどんな曲線か、数学的にどんな式になってるかっていう話をしていきましょう。では数学パートです。まずさっき適当に書いた赤い曲線は試行回数を増やした時に極限的にですね、ああいう形になるというものなんですが、それがどういう関数か書いてみましょう。まず横軸、これ変数 x にしましょう。これ x っていうのは、ランダム多くのグラフで正の側にいる割合だと思ってください。まあ頻度だと思ってもらってもいいです。頻度とか割合。はい。でですね、実際にこういう曲線になることが知られています。はい、書いてみました。もちろんこの x が取り得る値っていうのは0から1ですね。ずっと正の側にいたんだったら1だし、ずっと負の側にいたんだったら0だからです。今横軸が割合になっているので0から1になります。で、たくさん回数増やしたときに、最終的に行き着く曲線というのがこの曲線なんだけども、グラフの特徴を言うとですね、ちょうど真ん中、要するにシーソーゲームですね、割合が 0.5、まあ、2分の1だったっていうときはですね、この曲線で一番低いところになります。で、0と1のこの x イコール0とか、x イコール1に前近するようなですね、関数になります。で、式で書いたら実際この関数はこんな形してます。はい。fx イコール π 分の1で、ルート x カッコ1引く x 分の1と。これがですね、この確率を表す関数と。より正確に言うとですね、今これ、横軸の数値、連続変数なので、確率密度ってやつですね。はい。だからこいつは確率密度関数ってやつです。確率密度で何かっていうと、要するに、ここの場所自体が、この場所の値自体が確率なんじゃなくて、この幅をね、この幅を考えて、ここで囲まれる面積がですね、確率になる。それがですね、確率密度です。はい。で、今からですね、逆制限法則が、なんで逆制限って名前が入っているかについて説明しましょう。逆制限って何かっていうと、逆制限関数のことです。逆制限関数って、いわゆるアークサインってやつですね。逆三角関数のサインの逆三角関数ですね。逆三角関数の動画については、こちらを参照してください。ではですね、アークサインが出てくるところについて話しましょう。それはですね、実際に確率を考えます。でどんな確率を考えるかというと、x がある値以下の確率ってものを考えてみましょう。例えば、正の側にいる割合が、なんかこういう 0.7 付近をちょっとイメージしましょう。こういう値以下になる確率。だから、この左側である全部の部分の面積を計算すればいいわけです。はい。じゃあ、この場所を α としましょう。だから、x が α 以下になる確率をですね、計算してみたいと思います。じゃあ、下でやりましょう。
はい、x がアルファ以下になる確率と。で、確率はこのね、確率密度関数の面積だって話をしたので、もちろんここの面積を計算すれば良いと。で、こういうのの面積を計算するには積分すればいいですね。確率密度関数を積分すれば良いと。こいつを、0からアルファまで積分すれば良い。だから、はい。こうですね。この積分を行えばよいと。結構ね、なかなかややこしい積分なんだけども、置換してあげます。こういうふうに。x を t の2乗と置きましょう。正の値 t を使って、x を t の2乗と書きます。で、今この x は0から、α っていう負の値取らないので、こういうふうに、置いても問題ないですね。t の2乗っていう。形で。で、そうすると、この、ルート x、カッコ 1-x っていうのは書き換えられます。こういうふうに。イコール、まずこの手前のルート x っていうのは t と書き換えられて、で、こうですね。中身の 1-x、カッコ 1-x の x を t の2乗で書き換えるだけだから、こうなると。だからこれは、この変換使ってあげたら、こう書き換えられます。で、あとは dx とか積分範囲もね、書き換えてあげなきゃいけないので、それを考えましょう。まず dx と dt の関係っていうのは、この式から、こうですね。dx イコール 2t dt。で、積分の区間っていうのは、x が0の時、t も0でよくて、で、α だったら、t はルート α でいいですね。だから、x から t に置換するとこうなります。はい。x から t の変換終了と。で、t と t が消えて、2を前に出してあげれば、こうなります。イコール。はい。書けました。π 分の2で、0から、0からルート α で、ルート 1t 二乗分の 1dt と。で、これの積分をすればいいんだけども、これですね、うまい関数があります。アークサインってやつですね。アークサイン x っていうサインの逆、関数ですね。これ微分してあげるとこうなります。はい。ルート 1-x 二乗分の1と。だからまんまこれになるので、積分したらですね、これアークサインに変わるわけです。なので、はい。定積分なんで、こうなります。アークサイン t で0からルート、アルファで考えてあげたらよいと。で、アークサインのこれ0は0なので、ルートアルファ突っ込んだものだけが残ります。なので、イコール。はい。π 分の2でアークサインルートアルファになると。だから実際に確率密度関数が逆制限関数なわけじゃなくてですね、確率考えるときに、だからこれを面積求めるときにですね、アークサイン、逆制限関数が出てきます。これがですね、逆制限法則と言われるゆえんになります。はい。まあ、これでね、全然おしまいでもいいんだけども、まあ、よりね、せっかくこのチャンネルなので踏み込んでいきたいと思います。まあ、やっぱり多くの人が気になってるのは、こんなね、気持ちいい式どっから出てきたんだよってことですね。これはですね、導出する過程を見ることによって、結構ね、いろいろと学ぶことも多いので、実際にじゃあ今から、どんなね、流れでこれが導出されるかっていう話をしていきましょう。ただその際に本当に極限の厳密な法則として示すとね、かなりハードなので、難しすぎるところとか、ややこしすぎるところとかはある程度省いてですね、導出の気持ちを扱っていきたいと思います。では、それに行きましょう。では、導出の気持ち。まずこんなものを考えましょう。2n 回後にまた原点に戻っている確率と。だから 2n 回掛けを繰り返して最終的にプラマイゼロっていうね、終始プラマイゼロの場所にいる確率のことです。これをですね、こんな記号で表しましょう。u の 2n。はい。これは簡単な数学の問題ですね。確率はこんな風に計算できます。はい。2の 2n 乗分の1の 2ncn と。まあ、だから、これは、いわゆる反復試行の確率ってやつですね。2n 回のうち、
どこの N 回が別に勝っててもいいので、それを選ぶ場合だけですね、2の 2N 乗の1が掛け算されるというわけです。はい。これが 2N 回は原点にいる確率でした。次にそこで考えます。はい。次は 2N 回中2系だけ上側にいる確率と、それをですね、こんな記号で表しましょう。P の 2K の 2N と 2N 回中 2K だけ上側にいると。これがですね、なんとこう書けます。はい。U の 2K の U の 2N-2K と、別にこれ原点に戻ってくる確率じゃないけども、原点に戻ってくる確率の積でですね、表すことができます。これがですね、なかなか証明するときに難しいというよりかなりですね、ややこしいんですよね。実際に式で示そうと思うと、二重のですね、数学的機能法を使う必要があるし、図形を書いてですね、これ説明することもできるんですが、その図形をね、書かなきゃいけない量もかなりのものなので、今回はですね、すいません、これを認めてください。証明略と。はい。ここではまあ、とりあえず感度だけしてほしい。上側にいる確率が原点に戻ってくる確率の積で書けると。一旦じゃあこれを認めてもらった上でですね、次に進みたいと思います。で、今はですね、N が大きい、まあ、つまり試行回数が多い場合の極限法則を考えているので、N が大きい場合に、この U の 2N がどんな格好化に近似できないのかっていうのを考えます。じゃあ U の 2N イコールと。これは、まあ、さっき書いたように2の 2N 乗分の1の 2NCN なんだけども、この 2NCN っていうのをしっかりと階乗の形で書いてあげたら、こんな形になります。はい、書きました。まあ、ここは同じで、で、コンビネーションの定義ですね。階乗で書いたら、こう書けるよと。そしてですね、階乗を近似することを考えましょう。N が大きい時に階乗を近似する技ありますね。それが、スターリングの公式ってやつです。スターリングの公式。それは N が十分大きいときに N の階乗っていうのがこんな形に前傾します。あ、近似できますよってことですね。それがどんな形かというとこういう形。はい、書きました。N の階乗はルート 2πn の E 分の N の N 乗と近似しても良いと。なので、ここにある N の階乗すべてにですね、それを使ってあげましょう。そうすると全体として、はい、こうなりますね。分子のこの 2N の階乗っていうのは、この N のところに 2N を入れればいいんだから、この形になってますと。で、分母の N の階乗×N の階乗は、これですね。これを近似したも、こうしたものをですね、二乗すればいいので、二乗したものが入ってきてます。ルートが外れて、E 分の N の N 乗がですね、2N 乗になっていると。はい。で、これを整理してあげましょう。そうすると、はい、こうなります。まあ、ルート4は2になって、分母の2と消えて、で、πn とルート πn で、分母にルート πn だけ1個残る。で、E の 2N 乗、E の 2N 乗は分母分子で消える。で、N の 2N 乗、N の 2N 乗も消えると。だから、ここから残るのは2の 2N 乗ですね。2の 2N 乗。で、こんな風になるけども、ここがキャンセルするので、最終的なこれ結果っていうのはこうなります。はい。というと、πn 分の1と。これがですね、まあ、U の 2N を近似した結果です。この近似を使って、まあ、今回興味がある、こいつをですね、計算してみましょう。では、P を計算していきましょう。よって。P2K2N というのは、さっきね、証明を省略してしまったけども、こんな風に書けるんでした。はい、U を使ってこんな風に表せると。で、この U たちにですね、ここで導出した近似を使ってあげましょう。もちろんですね、鋭い人は、いや、あくまでここでやった近似って N が大きい場合だけなんだから、ここに入ってるね、K とか、ここで出てくる N-K がね、小さいとは限らないんじゃないかっていう人がいると思います。ごもっともなんだけども、今回は目をつぶってください。このね、2K と、U の 2K とか、U の 2N-2K にも、この近似が使えるとしましょうと。そうすると、こうなります。にょろ。まず、
これですね。U の 2K にこれ使うと、はい、ルート π 系分の1と。で次に U の 2N-2K にこれを使うと、U の 2N-2K って2でくくれば2の N-K なので、N のところに N-K を突っ込んであげれば OK と。はい、こうなります。で、これちょっと整理してあげると、イコール、ルート π でこれ π 分の1が出ますね。π 分の1。で、今、無理やり n 分の1が欲しいので、ここからですね、n 分の1をくくり出した形を書いてみます。そうすると、はい、こう書けました。π 分の1で n 分の1で、ルート n 分の k、括弧1引く n 分の k 分の1ですね。無理やり n 分の1出してます。理由があります。ですね、今ここで出てきた n 分の k にですね、x という名前を付けましょう。はい、x イコール n 分の k と。これ何を意味しているかっていうと、今試行回数は 2n 回で、2k だけ上側にいる確率計算してるんだから、2n 分の 2k、つまり n 分の k っていうのはこれは、上の側にいるか、上側にいる割合ですよね。はい。まあ、だから、正の側にいる割合と。この正の側にいる割合、まあ、x という値がですね、a と b っていう値の間にある確率を計算しましょう。はい。a と b の間にある確率はと。ちなみに、よりね、正確なことを言っておくと、この a と b って値はもちろん今割合に関して考えてるんだから、はい。0から1の間です。これで考えてください。ではですね、これ、求めていきましょう。まずこれってのは、単純に、この p の 2k、2n って記号を使ったら、こう書けますよね。はい。この p2k、2n ってのは、あくまで 2n のうち 2k だけがですね、上側にいた確率なので、この n 分の k っていうのが、n 分の k っていうのが a と b の間にあるような k 全部足し合わせればですね、これが出てきます。なので、シグマを使ってこう表せると。今このシグマで動くのは k です。a と b、n 分の k が a と b に挟まれるような k だけ動かしてあげて、全部これ足してあげたものがですね、今計算したやつです。ただもちろんこのシグマ計算は、ハードなので、この近似結果を使ってですね、考えていきます。これは、p の 2k に n はこういうふうに近似できると分かったので、それを使ってあげると、はい、こうなります。まあ、π 分の1前に出してあげて、残った形を変えていると、に書いてます。で、これ見るとですね、なんか思い出しませんかね。高校数学の区分解析法ってやつです。n がこれ非常に大きい時には、このところってこんな積分に書き換えられたでしょうと、使います。そうすると、はい、実際に区分解析を使ったらこうなると。まあ、区分解析は本当は n が無限である時に使うやつだけども、今 n が十分に大きいと考えているので、こんな風に近似しても良さそうですね。で、この結果がこうなりましたと。で、これっていうのは何を意味してるかっていうと、最初に考えたように、x が a と b の間にある確率がこれになってるんだから、元々の確率密度関数っていうのは、この関数を a と b の間で積分する前の π 分の1、ルート x、括弧1引く x 分の1っていうのが、今回ね、導出したかった確率密度関数ですよね。これでですね、導出が完了になってます。はい。ということで、まあ、こんな風なね、これ気持ちしかやってないけども、こんな具合の計算をしてやるとですね、確かにこんな気持ちのいい確率密度関数が現れるというのがですね、実感できたかなと思います。ということで、今回の授業はこれでおしまいにします。ちなみにですね、今回全然、ギャグをね、言わなかったと思うんだけども、それはですね、この動画ではギャグ制限しようかなと思ってたからです。お疲れ様でした。